ようやくくれた。まだまだこれからですき。ジャドン、今や日本一の海運会社じゃなかか。いや、土佐の向こうに広がる太平洋がありますき。次はあの太平洋の大海原に船を出してサンフランシスコに日の丸を掲げたいがです。だがその夢が叶うことはなかった。社長だった。社長最後の力を振り絞り残した言葉。まだ志半ば、十のうち一つか二つしか達成しとらんに。けんどもはや仕方ない。みな、我が志を継ぎ事業を落とすことなかれ。ええか。明治18年2月7日午後4時、家族社員およそ20人に見送られ息を引き取った。坂本さん、わしゃ恩師の夢にちくとでも近づけたろうか。なんか弥太郎さんもそんな非常にこう内容の深い、まあ、短い、まあ、今からすると50歳って短いですけど。そうですよね。でもああやって亡くなる直前まで本当に会社に対してメッセージを残されるっていうのは、なんだかね、なんせやる気十分だった人ですからね。この人は多分ね、100年生きてもね、志したことのねもう10のうちの1か2しかできなかったと言うんだろうと思うんです。そのぐらいね、なんていうかもういろんなことに対してもうなんていうかチャレンジングな精神を忘れなかったということですね。今見てましたらね、はい、ライバルとこう競争するために値下げ競争でしょ。そうですね。なんか今のデフレ社会をね、こうちょっと思い出すような気がして、値下げ競争やってると未来ないですよね。そうです。そこで金融というアイデアを思いついたことによって企業が大きくなってくる。ここから学ぶことって随分あると思うんですけどね。そうですね。私聞いたところによると、日本で初めてボーナスを出したのは実は弥太郎さんだったって聞いたことがあるんですか。そうですね。そうなんですか。少なくともそのそういった会社の最初にやった会社の一つだろうと思いますけどね。そういうよく働いたものに対して何らかの賞与を出すっていうことがだんだん日本の社会に定着していったというように私は理解しております。よく三菱って組織の三菱という言われ方をすることありますね。はい、ああ、そうです。岩崎弥太郎はね、会社をその設立した時にね、会社に関わる重要事項は全て社長が決めるっていうことを会社規則の第一条に置いてるわけです。そしてね、じゃあ三菱っていうのはね、そういうワンマンだけでやってたかっていうとそうじゃないんです。例えばね、三菱っていうのは日本でね、複式簿記を採用したその最初の会社の一つなんですよ。参考料っていうのがありますよね、三菱の。参考料。三菱グループの会社に行くとね、必ず掲げてあるっていうこの参考料なんですが。社訓ですよね、もう。まず、初期方向。初期方向。これはどういう意味ですか。ビジネスそのものは、これは社会のためになってるから。ああ、なるほど。こういうことなんですね。今よくいろんな企業が社会貢献って言ってますけど、はい、もうこれは、まあ、まさにそれですよね。それが入ってたってことですね。そういうことなんですね。二つ目がですね、所持公明。これは要はこちょこちょその策を浪するなと、もう全てはクリーンにその透明性を持ってやれということなんですね。最近ですとコンプライアンスにも通じて、まあそういうことですね。まさにそうですね。そして最後、立業貿易。要はその視野を広く持てと、世界的視野に立って物事を判断しろと、こういう意味なんですよ。ところまた現在につながるものなんです。なんか、はい、ごめんなさい、どうしても気になるのは三菱自動車のリコール問題、リコール隠し問題って私も当時よく取材したんですけれども、あの時にもう一度やっぱりこれに立ち返るんだっていう動きが社内で結構あったらしいですね。はい、我々の原点に帰ろうよと、はい、こういうことですね。原点に帰るって何かっていうと参考料の精神じゃないかと、初期方向って言ったら一体何なんだと、ね、
みんなね、私の考える初期方向と池上さんの考える方向、はい、違うわけです、はい、そう違っていいんだというのがあるわけです、はい、それぞれの立場で考える。今のこの私たちの社会にも本当にそのまま通用するものばかりというか、だって今でも、そうです、すごいですね。三菱グループって巨大な、ね、企業グループなんですけども、こういう中心があるからこそ、まあ、まとまることができているということでもあるんですよね。そうなんですね、あの未だにその言うなれば岩崎弥太郎以来の、うん、なんていうか、国のためと社会のためという精神をなんか引きずってるように思いますけどね、うん、で特にその岩崎弥太郎について言うならば、彼のそのどんな困難をもね、必ずプラスに転じてへこたれないという、最近はね、ややもすると50-50ならやめとくかっていうね、そういう感じになる傾向があると思いますけどね。危ない橋を渡らないっていう、その岩崎弥太郎的なね、よしやるんだぞというようなね、あのそういう姿勢っていうのが私は大事なんじゃないかなというふうに思いますけどね。あの成田さんがおっしゃったあのプラス思考、可能性が 50-50 だったらトライする、そこが一番あの勉強になりました。今日はありがとうございました。それでは最後にこちらをご覧ください。その後郵便汽船三菱会社は共同運輸と合併、日本郵船が誕生した。三菱出身の社長近藤連平は明治29年、日本初のアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ定期航路を開設した。ここに弥太郎の悲願は達成された。その最初の船の名は土佐丸、日本最初の大型貨客船であった。マストに掲げられた旗は共同運輸と三菱を象徴する白地に赤日本船、それはくしくも海援隊の旗に似ていた。次回、省エネ電球で世界を照らせ。 LED の可能性にかけてみませんか。白熱電球の製造をやめる。歴史を覆す創業事業中止の動きに広がる衝撃と不安。それでもあなたはやめるべきだと思いますか。もっと小さくする努力もしてよ。やったぞ。明かりの先駆者に未来をかけた決断が迫られる。東芝大転換の決断。プライドを捨てな。